何をしてるんだい。さくらの練習を見ていたの。綺麗な迷いのない剣をね。アナスタシア、ごめんなさい、邪魔をしては悪いからもう行くわ。アナスタシアさん、アナスタシアさん、何かあったんでしょうか。後で話でもしてみるか。それはそうと、さくらの方は大丈夫か。主役をやることになったけど。不安がないって言うと嘘ですよね。でも清十郎さん、私が主役で本当に大丈夫だと思いますか。それは、さくらなら大丈夫さ。きっと今までで一番の奇跡の鐘になる。嬉しいけど、さすがに重圧で苦しく。さすがのさくらでもそんな風になるんだな。当たり前ですよ、私だって普通の女の子なんですから。そうだったな、ごめんごめん。いえ、でも清十郎さんと話してたらなんだか勇気が湧いてきました。ありがとうございます、清十郎さん。私頑張ります。あの、アナスタシアさん、セリフ合わせ一緒にお願いできませんか。前の脚本を見つけたんですけど、少しイメージがつかみにくいところがあって。ええ、いいわよ。私で力になれるなら。ありがとうございます。それじゃあ、資料室へ行きましょう。